メリカ本土には数多くの F-35A 戦闘機が配備されているよね。ああ、だがこの極東アジア地域には F-35 の数が比較的少ない状況だったぜ。F-35 よ配備が増えれば、抑止効果はきっと絶大だよね。そうだね。さて今回は、そんなアメリカ空軍 F-35A ライトニング2ステルス戦闘機の配備の裏を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年2月23日、アメリカ太平洋空軍がアラスカ州イールソン空軍基地所属第11空軍の F-35A ライトニング212機を、20日に沖縄県嘉手納基地に移動させて配備したと発表したよ。太平洋空軍では嘉手納基地に配備された F-35A はインド太平洋司令部の戦力強化のためで、これによって南シナ海、東シナ海、西太平洋での不測の緊急事態に対応することができると説明しているんだ。このことを韓国の中央日報では軍事施設を破壊できる戦闘機の沖縄配備は、2022年になって弾道ミサイル発射実験を繰り返す北朝鮮に対するメッセージとしているだけど、大方の見方では台湾侵攻の可能性を高めつつある中国への牽制であろうと見られているよ。北朝鮮空軍が運用している戦闘機は2013年の時点において1300機以上とされていて、その主力は虎の子とされている第4世代のミグ29が18機、以下旧式機である第3世代のミグ23が56機だ。攻撃機としてスホイ25-34機保有していると見られているんだけど、その他保有機数の大半は、ミグ17、ミグ19、ミグ21などの旧式機であり、その稼働率は不明とされている他に燃料不足による訓練不足などが指摘されているんだ。これらのことからアメリカ本土から F-35A をわざわざ沖縄に配備せずとも、在日アメリカ空軍と韓国空軍が保有する戦闘機のみでも十分と考えられ、F-35A の配備はやはり中国への牽制の意味合いが強いと見られているな。また、北朝鮮の防空体制については、新型の移動発射台方式の地対空ミサイルの開発が進められていると噂されていて、これはロシアの S-300PMU をコピーした戦略地対空ミサイルシステムポンゲイナズマ5が、2018年9月に開催された建国70周年記念軍事パレードに参加していたのが確認されているが、まだ開発途上との見方があり実際に実戦部隊に配備されているかは不明だぜ。まあいずれにしても、韓国が計画通りに F-35-40 機導入するのであればそれで十分に対抗できると見られるよ。また、中央日報はこの記事においてアメリカ空軍がグアムのアンダーセン空軍基地に、B-52 戦略爆撃機4機を1週間ほど前に一時配備したと報じていて、アメリカが北朝鮮の恐れる核爆弾搭載可能な戦略兵器を展開して警告を発しているとしているんだけど、こちらもむしろ中国への抑止力としての配備とする見方が多いよ。アメリカ空軍では2020年4月以降、グアムのアンダーセン空軍基地への B-52 配備を止めて、アメリカ本土中西部ノーズダコタ州にあるマイノット空軍基地に移動させていて、状況に応じてグアムに派遣する形をとっているね。今回の派遣はタイミング的には北朝鮮への牽制と見られなくもないんだけど、ロシアのウクライナ侵攻にこうして中国軍が台湾に攻撃を仕掛ける可能性が指摘されており、F-35A の嘉手納基地配備と同様に中国に対する牽制の意味合いの方が強いと見られていたんだけど、その状況の中、2022年2月24日にロシアが予想通りに北京五輪の閉会を待ってウクライナに軍事侵攻を開始したんだ。アメリカは数日前からロシアによるウクライナ侵攻の可能性が高まっているとの警鐘を発しており、今回のアメリカ太平洋空軍の動きはそのことにアメリカが気を取られているうちに、中国が連動して台湾や尖閣諸島で何らかの軍事行動を起こすことへの警戒であるのは間違いないと見られているね。当初はウクライナとロシアの軍事力に圧倒的な差があることから、侵攻は数日で首都キエフが陥落して決着がつくと見られていたが、5月16日現在ウクライナ軍の健闘と国民の結束などによってロシアの侵攻が停滞し、反撃を受けていると伝わっているぜ。テレビの報道でも、ウクライナ国民の祖国を守ることへの強く固い意志はひしひしと伝わってくるよね。ウクライナとロシアは民族も言語も近く兄弟のような付き合いだと伝えられているんだけど、それでも今回のように理不尽に一方的に攻め込まれれば、国民は老若男女全てが戦いに参加するというよ。国民が国を愛し誇りに思う気持ちには感動を覚えるとの書き込みがインターネット上や SNS で目立っているが、それと比べて日本の国民の危機感のなさはどうしたことだろうな。まだ日本の国民は他人事のように感じている部分もあるからね。今回 F-35A がアメリカ本土から沖縄嘉手納基地に全身配備されたことは、グアムに核攻撃を実施可能な B-52 が派遣され待機していることと合わせ、中国の軍事活動を牽制する意味で大きな抑止力となるはずであり、日本の防衛には大きなサポートだよね。
しかし、現地では沖縄タイムス、琉球新報などの左翼系メディアが反アメリカ軍基地のネガティブキャンペーンを連日繰り返し展開していて、F-35A の飛来で騒音がひどいと苦情が殺到していると報じているんだ。2月25日に NHK ニュースが報じた嘉手納町の騒音被害報告によると、最高で 100.4dB の騒音が測定されて、町役場には19日から24日までの6日間で騒音への苦情は10件寄せられたんだって。100dB の騒音がどの程度のものかというと、電車通過時の地下鉄の構内やガード下と同様だとされ、視聴覚的な目安としては極めてうるさいとされているんだけど、数時間継続するというのならともかく、航空機の離着陸時の騒音が発生する時間はごく短いものなんだよね。しかも F-35A に限らず嘉手納基地ではほぼ毎日 F-15 などの様々な機種が延べつ幕なしに離着陸を実施しており、嘉手納基地周辺の騒音については民間会社による測定した結果によると、F-35A に限らずどの機種も離着陸時 200dB 前後の騒音が発生していると報告されているな。この事実を踏まえた上で、F-35A の 100dB 程度の一時的な騒音が耐えられないほどひどいのか、あるいは6日間で10件の苦情で殺到しているとの表現が適切なのかとする声がネット上で上がっているよ。その上、騒音対策用の二重窓やエアコンその他の設備の設置には国から補助金が出るため、それを無視して騒ぎ立てるのは全く公正な態度ではないとさえ言えるよね。いざという時のための配備だから、もう少し我慢することも必要かもね。現地の人の気持ちを考えると、わからないこともないけど。アメリカ空軍の嘉手納基地や海兵隊の普天間基地の軍用機、そして那覇基地の航空自衛隊の F-15J の離着陸の回数が増えるのは、アメリカ軍、航空自衛隊の都合ではなく、中国軍の軍事活動に対抗するものであり、ひいては日本を、さらに言えば沖縄を防衛するためのものだからね。その行動を批判して非難し、沖縄から追い出そうとする人たちがいることは事実だな。沖縄の左翼系のメディアや、政治家、活動家は、基地があるから攻撃されるとして、基地がなければ平和に生活ができると言うんだが、平時ならその考えも通用するだろうな。だが、彼らは中国が沖縄を欲したらどうなるかということには全く触れておらず、日本には憲法第9条があるから大丈夫とお題目のように唱えるばかりだ。まあ、沖縄に基地がなければ戦闘は発生しないのは間違いないんだけど、中国にとっても沖縄は地政学上超重要な軍事拠点であり、簡単に占領され中国の支配下となり、自由を奪われて中国語を強要される可能性も十分にあり得るよね。特に、台湾有事に事態が発展した際、台湾軍を支援する公団地域は沖縄及びグアムになるから、ここへミサイル攻撃その他が実施されるような事態は容易に考えられ、将来的には中国人民解放軍の着上陸侵攻をも考慮する必要があると思うよ。これに対して防御するため、各種地対艦ミサイルや地対空ミサイル、航空機や艦船、地上部隊その他の配備が集中して行われているというのが、沖縄基地負担の実態だからな。これを認識せず騒ぎ立てるのは、自分の家の周りの治安が悪く、警察官がパトロールしているのを、物騒で犯罪者を刺激するからやめてくれと苦情を入れることと大差ないかもな。それに現在ロシア軍がウクライナで行っているような凄惨な残虐行為を中国人民解放軍が行わないとも限らないもんね。そうだね。中国人民解放軍は、知っての通り天安門事件やチベット、ウイグルで見られるように、自国民にも躊躇なく実力を行使する軍隊だからね。日本人に対して、おとなしく降伏したからという理由だけで、降伏追求権をはじめとした各種人権を尊重してくれるかどうかはわからないと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、オーロラについてだよ。いいね、オーロラ。僕も人生で一度はオーロラを見てみたいよ。確かにな。確かオーロラは北極と南極でしか見れなかったよな。そうだね。でもなんでオーロラって北極と南極でしか見れないんだろう？北海道とかで見れないのかな？北海道でもオーロラは見えるよ。でも、北極と南極が一番見れるのには理由があるんだ。え、見れるの？でもその前に解説お願いします。オーロラが北極と南極で見られるのは、オーロラは太陽の爆発が起こった時に太陽風が地球の磁場を歪めるんだ。そして、磁気圏のイオンや電子が北極と南極に引き寄せられる化学反応だからなんだ。そうなんだね。てっきり寒いから見られるんだと思っていたよ。よくある間違いだね。ってことは、北海道も磁気が強いっていうことになるのかな？そうだよ。磁気が強いとこイコール寒いとこが多いから、みんな勘違いしてしまうんだ。なんかいつもためになるけど、今日の雑学は本当に自慢できるな。でしょう。みんなも、会社や家族に自慢してみてね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。
また明日の動画も見てくれよな。それじゃバイバイ。